はい、ラジオを聞いている皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、高校生たちの30分の時間が始まりました。この番組では様々な学校の高校生たちを呼んで、その高校の魅力を紹介してもらったり、際どい質問をぶつけてみたりする番組です。この番組ではメジャータイトル決定戦などいろいろなね意見など視聴者の皆様からお待ちしております。メッセージやリクエストがコメントやリクエストがある際は761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp までお願いします。はい、またこの番組はツイキャス、ユーストリーム、YouTube でも配信しております。はい、始まりました。高校生たちの30分、今週皆さんとご一緒するのはゆうやとゆきやとショート。待て、自己紹介は後からじゃい。ゲストの。そうなの？そうだよ、ゲストのだよ。そして今週は未来効果の皆様がゲストで来ております。はい、じゃあふんわりざっくり自己紹介いっちゃいな。ゆうから。ゆうは何しに日本へ。番組、未来効果に今年度入学いたしました中野孝翔です。よろしくお願いします。お願いします。 CD 化です。菅川海です。よろしくお願いします。はいはい、で次どんどん。コーチャルトです。 IT システム課の池原敦です。はい、はい、じゃあ皆さんお願いします。30分間お願いします。早速ツイキャスが来ております。リスさんから喧嘩すんなよって。お前だね。喧嘩すんなよってピーしてやるぜ。は、はい、でね今回はね第2回目ということなのに MC の平田幸太郎くんがねシーミーということで。ああ、まあしょうがない、しょうがない。まあしょうがない、シーミーだから。はい、じゃあこんな感じのメンバーで30分間お送りいたします。はい、皆さんお付き合いください。はい、またついキャスが来ております。ムクムクムクさんから、コウタロウくんはって。コウタロウくんは沖縄の伝統行事のシーミーで、今週はお休みですね。うん、お礼参りにね。はい、じゃあまずは最初のコーナー。イェイ。イェイ。何が最初のコーナー。イエイイエイイエイ、教えて高校生、拍手。はい、このコーナーでは MC のまあ今日は2人だけど MC がゲストの皆さん一人一人にいろいろと質問を聞いてそれに答えてもらうというコーナーですね。はい、大丈夫かい。ギャラは大丈夫ですよ。ギャラボランティアだよこれは。はい、ではまず最初に質問受けてもいいよっていう人。ロイル・ギャラガーは照れになってシャイルな、シャイルな。じゃあ、ユキヤから。オッケー、ユキヤ、ユキヤだろ。ユキヤは MC。じゃあ、俺から行くよ。オッケー。じゃあ、そうからね。はい、じゃあ、まず、あなたの高校は？さっきやった。じゃあ、何個ぐらい質問しようかな。じゃあ、3個ね。うん。俺が2個、ユキヤが1個ね。あーいいよ。じゃあね、何がいいかな。質問ね。あ、待って。はい。質問ってどんなことを質問するの？質問？質問は。いろんなこと、プライベートなことでもいいし、あ、高校についてでもいいし、まあ、地雷臭のする質問でもいいし、まあ何でもいいかなみたいな。大草原深秘みたいな。じゃあね、まず俺からまずね、可愛い先生いた？いないね。え、いた？先生かよ。若い先生はいないね。あ、いない。いませんね。ちょっとしかいない。あ、いないんだ。 BBA 率が。BBA。 え、待って、言っていいのそれ。まあ、聞いてたらやばくね。いたとしても30代ぐらい。ああ。でもまあみんな若く見えるよね。ああ、そうなんだ。美術の先生とか英語の先生とか。え、男の先生と女の先生どっちが多いの？圧倒的男でしょ。ああ、まあでしょうね。うん、教師が100何人かぐらいいる。ん？は？ガチムチ率。うん。100何人ぐらいか教師がいるって聞いて。やばくない？ちょいっぱいです。職員室も一つじゃないし、自分の先生だけで20名近くいる。半端ないな。小雑魚より多いんだけどそれ。ええ、うっそ。あと それに各教科担当の先生。ああ、え、教科ってさ何があんの？未来工科。情報科、機械科、はい、自動車科、はい、電子科、はい、で、あの専門学科とあれに分かれるさ。ああ、なんか機械系のやつと普通の国語とか。そうそうそう、サイエンスとか。うん、はいはいはい。で、あとは何があったっけ。え、それだけなのにそんないっぱいいんの？あと非常勤の先生も8名ぐらい。え、非常勤。え、何してんのその非常勤の先生は。まだ会ったことないです。そう。でさ、今顔写真実習っていうのがあってから。何顔写真実習って？あの、俺たちのクラスで CD 化ですね。みんな先生の顔全部撮ってくるわけ、写真で。
でそれをまとめるっていう実習をやってる今。まとめるんじゃなくて、しかもデコる。え、デコる？デコる。あの Windows のペイント使って一人一人をデコる。すごいっすね。なんかすごい楽しそうなんだけど。でしょ？最初からそんなことやってんの？一つの質問が長いんだけど、まあね、最後に言うとしたら非常勤の先生はいないから写真撮れないんだよね、うん、ああそっか、あ残念だったね。あでもまとめてみんなに聞いちゃうか、はい、そうしようか。そうしよう、じゃあゆきやなんか聞いたら。じゃあ俺はベタな、みんな部活何入ってる？時間切れです。あもうみんなあれですね。もうみんなあれですね。軽音楽一斉のせ軽音楽部何だよ。楽器担当、あ担当聞きたいな。そうじゃあこういくか。いくか。いきますか。ベーシストです。あ最初からベースか。あーじゃあギターす。ギターですね。ドラムです。ギターですね。大事なボーカルいないね。ボーカルがいればバンドできますね。もうじゃあギターボーカルです。えそうするそうする。俺はベースボーカルです。俺噂でさ、本当に風の噂だよ本当に、はい、聞いたんだけど未来効果トイレにウォシュレットついてるって本当？嘘だ。あけどウォシュレットはついてないけど半端ない情報ついてないんだ。浄化灯のトイレは勝手に電気がつきます。うんほああビビるよ。まあそれはそれは我らが小座高校だってそうだよ。あそうなの。うん、なんかすごいよ。廊下出るさ勝手に電気つくもん。エコしてねえな。超エコ。あリスさんからボーカル不要って。あいいっすよ、インストでも。ね、インストしたらいいんじゃない？面白いっす。語るものがある。何？何も言わずとも。何？あ曲だけで。ああそういうこと。インストね。なんかいいねそれ。いや絶対やらない。じゃあもうね、もう始まって、あそう誰か曲持ってきなさい。あーもうやるの？曲いやまだだけど一応今のうち準備しといて。うん。じゃあね、じゃあもっと。俺いい。じゃあ何がいくかな。じゃあ聞くよ。あそっか軽音楽部か、はい、肉食系の軽音楽部の人いる？あの下のやつね。あ肉食系。肉食系俺パンツ系になりました。あバカやめろやめろ。変態ならいます。スパムされるぞ。変態ならいますけど。あそうなの。どんな感じ未来効果の？楽しいよね。楽しいですよ。あ軽音楽部。軽音楽部、うん、未来効果自体も結構楽しいです。結構相当ですね。あまあ初日から先生の写真撮らせるからな。いや初日でもないけど名前覚えるんじゃん。そうやったら、うん、この先生の名前あれだなみたいな、うん、大変だな、うん、そんないっぱいいるんだったら。もうみんな覚えた？正直100人なんて友達の名前も覚えきれねえわ。それはあるな。だってまだ学年クラスの名前すら覚えてない。あまあそれはね、うん、みんなそうだよ、うん、俺たちのクラスはね女子率高め。うん、おもちゃ？うん。意外。そうなの？俺たちのクラス男子マン。あんまりだよ、好きや、変態は。一、ね人もいない。一人もいない。男子真っ黒。何か？つまんない。何か？機械システムがの。機械なんかすごい油臭がする。意外に IT システム科も女子が5人っすよ。5人？五人？五人。10人ってんじゃなかったお前。5人？五人っすよ。マジか。いや少ねえな、うん、右側を1組として、うん、左側を8組とすると右側に行けば行くほど暑苦しくああ仲いいね。8組に行けば行くほどなんか爽やか明るく爽やかなんかバラが咲いてそうな感じ。うん、8組は男子13名だっけ。うんうん、13名で27名が女子っていう。あ見たか。ちょっと男子9名でツイキャスがあやっていつも読めないよな。いやさ、ハローって。ハロー。ハロー。ハロー。で、リスさんから、誰だ変態は。アツティ。ツイキャスで映したら。アツキアツキ。そうなんだ。じゃあ、ボーカルがいないんでしょ今のところは。じゃあ、この中でボーカル決めちゃえばいいんじゃない？大丈夫です。盛り上がってます。やりたい人。はーい。はーい。ギターがやりたいです。見てた。じゃあ、ボーカル、あ、いや、なんでもない。うん、なんでもない。フルコーラス。この話はもう、プライベート。ああ、まあね。プライバシーの侵害よ。でさ、未来効果広い？広いでしょ。どれぐらい？東京ドーム何個分ぐらい？ああ東京ドームにいたことがない。なんか校舎いっぱいあるんじゃないの？うん、いろんな校舎、いろんな校舎。上納加藤とかある。その、何々加藤とかがいっぱい立ってる。おお、まあ、じゃあ大変だね。なんだよ、なんだよ。どうした？でも、俺たちは情報隠れにしか用がないような。うん、けど機械化とか等とかいかんといけないから。じゃあいらなくない？じゃあさ歌うまいよ俺は。いや、うん、あ
何の話か今ツイキャスにしてツイキャスあー歌うまいの、うん、あーはいはいはいツイキャスのコメント拾ってから言おうぜ、ね、じゃあちょっと音痴なんじゃないあの出る聖域の幅が狭いだけ音痴じゃんそれ辛くないもう厳しくない、うん、それはもう無理っすねうん無理っすねじゃあ曲いくかちょ歌っていいよ下の曲ねあーじゃあはいどうぞコールじゃあ元リークルーでドクターフィルグああうんラジオには聞こえないけどユーストと追加して聞こえるここはもう半分ぐらいよあ半分ぐらいあはい結構まとまってるすげえ今さ音楽は流れてるけどネットのこれとかこれはちゃんとマイク拾ってる状態だからだから発言の方は気をつけてあのマイクいらないいらないあこっちからそのままみたいなそうそうそう、マイク越しじゃなくてこのカメラ越しの画面に入ってマイクが拾うそれで住みてる人はドクターフィルグと聞いた方がいいと思うからラジオに帰るべきほらリスさんから歌うま女子連れてこようってよ連れてこよう歌うま女子俺たちは無作詞のあれ、何だったスーパーフライみたいなあ歌うま女子いるよ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 いや、そんなすごいやつあれだけどあ、いないだカラオケで1位取るやついるああ、ユキャンもないか取らんかったジョイサウンドで普通に1位取るやつがいる俺も取ったことあるあのなんか歌う人お前ら謙遜すんなって20名中で1位取る95点取ってそれはっていう人がいる俺も95点取ってる95点取ってそれは勝ってないわ、うん、スカウトした方がいいそりゃあのギターの子とベースの子ダメだ、わからん俺は分かる。ちょっとちゃんこう1点。あ、女子さんこう2点。もう一回ちょっと写真撮ろうか。はい。ピクチャー。はい、行きます。はい、3、2、1。OK、ありがとうございます。進撃の健介さんからラーメンマン。ラーメンマン。そう、今日いないんだよね。ラーメンマンが。ラーメンマン誰？ラーメンマン今日お休みなんですよ。ラーメンマンさん。いいね、歌うまかつリケゾリケジョって言うんだでも俺たちの髪みんな髪じゃないリケジョっていうより工業女子ってどっちかって言ったら不女子あ、いっぱいそうこれは俺のあの先入観なんだけどねいっぱいそうつか不女子じゃない人があそこにはいないってレベルえマジでそれもいいっすえ、なに不女子の登竜門みたいな感じランクがあってえ、なにランク自分がそのキャラになりきる腐女子とああ中二病タイプねで絵を描く腐女子とああお絵描きタイプねあのタイプキャラクターの話してキャッキャする腐女子のああキャッキャタイプねキャッキャタイプ銀時やばいよね銀時みたいな銀玉ねあそうなんかさ銀玉の主人公のさ住所調べたら場所がラブホだったらしいねまずオッケーうんオッケー一応ラブホとかそういうでも今は大丈夫、ね、今は大丈夫だけどラジオは音楽が流れてるだけだから、ね、公共の電波でねちょっとちょっとお昼の番組ってそう昼からこんな下ネタ言ったらあリスさんからラーメン不要っていやリスさん孝太郎結構意外と働きますよリスさんあのトランクドラゴン鈴木に似ている孝太郎は似てますよ、曲があと1分半でこの後はメジャータイトル決定戦に行くからあで今週の議題あれね絶対に失敗しない自己紹介で分かりづらそれ秋に軸向いてじゃん絶対に失敗しない自己紹介何絶対だよちょっと印象づけるみたいなそうそうそうラジオ終わったから並べてる感がまた半分ちなみにこれチラパンで堂々と見せてるわ続きの腕方だけ絶対に失敗しないでしょ鈴木は裏方、そうそうそう鈴木裏方で結構頑張ってくれてるんですよ、リスさん鈴木なってるさもんリスさん、コウタロウって名前一回も言ったくないあ、ほんとだリスさん、あれあ、いいや、コウタロウいるときでいいや、それは残り30秒、もうマイク入れようねあ、10秒マイク入れます楽しいよはい、で、今流れてた曲がお前の Hey, hey, hey!
ヘイショー、モトリークルーでドクターフィールグッドでした。はい、でしたでした。はい、お送りしている番組は高校生たちの30分です。イエイイエイ。はい、では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 次のコーナー行っちゃいましょう。メジャータイトル決定戦、はい、ウェーイ。これなんでこんな盛り上がるの。はい、ということでね、始まりましたメジャータイトル決定戦。はい、このコーナーでは世界的に人気なスポーツは野球かサッカーなどと一度は話題に上がる質問を番組内で勝手に決めてしまおうというコーナーです。そして今週の議題は絶対に失敗、間違えた、こいつできると思わせる自己紹介のやり方はです。微妙な議題が。でも、はい、これからの季節さ、部活とかホームルームとかでいろんな場面で自己紹介をすることが増えてくるでしょ。あったでしょ結構、うん、相当やった。5回ぐらいやったでしょ。1日に3回とかやった。ねえこれやってるでしょ。だから、まあ、第一印象がこれからの高校生活をもうに花を咲かせるか、もう花が一生咲かないようになるか、この自己紹介で決まるって言っても過言ではないわけ。まあね。でしょ。だから今回は番組内で絶対に失敗しない自己紹介を考えようということになりました。はい、手遅れの可能性ないもん。あ、俺ある。あ、俺、うん、失敗しちゃって俺失敗とかまだあるんだ。失敗しちゃって俺、あの音楽の時間さ、ああ、こう無茶ぶりが来たんだよ。うん、あの、うん、なんか小雑魚は野球部の人が自己紹介の時に一発芸をやるのが伝統らしいわけさ。何それ。で、俺たちは9組と10組合同でやってて、うん、9組に1人しかいなかったの、野球部が。ああ、でその子がちょっと助けが必要みたいななって、はい、俺は頑張って目をそらそうとしたよ。頑張ってね、目を合わせまいと。でも会っちゃったんだよ。でもう捕まってのもうやったよ俺は。頑張ったよ、やっぺーぞやったよ俺は。あれをね、そうやっぺーぞと、あとダンソンやったよ。ショートニーブラもちゃんとやったよ。ショートニーブラダメだったよ。まんまじゃん。激鎮だったよ。激鎮か。だからこう絶対失敗しない自己紹介、はい、考えちゃおうっていうね。絶対失敗しないか、ね、なんか難しい。難しい。最初から大口叩いてたよ。みんなどんな感じでやったん？俺はまずこんにちはっていうさ、こんにちはって言って、あげだ中学校出身つはゆやです、趣味はギターです。でラジオやってますさ、みんなおーってなるわよ。ラジオやってますっておーってなるわよ。だいたいそんな。そうそうそう。で俺、うん、そんな感じ。ゆきやは？俺、あげだ中学校出身コーネキアですって、なんか一言って先生言われたから、うん、じゃあ皆さん3年間よろしくお願いしますって言ったので。普通だな。マジモブ子。モブ。マジモブだ、けどまだいいんだよ、うん、俺ら他校紹介やらされたから、うん、普通が失敗しないでしょ。え、まあ普通無難だけどさ、もう残らなくない？何が？頭の中に。あの、みんなそんな感じだよ。みんなそんな感じ。え、なんかズッバーンなってるやついなかったの？あ、ズッバーンなってるやつ、いなかったんだ。いなかったね。ほら、え、もうそら、いるんだよ。そう思わせればもう勝ちさ、勝ち組。はい、詳しく詳しく自分の特徴を説明して、乳首が黒いって。ちょ、高校生だな。高校生だ。お昼だよ、お昼。そいつは妙に印象に残った。ああ残りね、うん、ほら、こう思わせるが勝ちなんだよ。まあ、あれだよね、自分をどれだけいい加減に、そう言えるか。そう、それが大切。考えすぎじゃないそれ。え、考えすぎ、うん、でもほら自己紹介大切だよ。ほら、面接だってさ、自分のこと紹介するときに何こいつできるみたいな。あ、待って、面接けど、あの面接とかって基本的にあのシナリオ通り、うん、あー、まあね、うん、じゃああれさ、あの AO とか、うん、あ、AO 入試とか、あ、だからさ、考えてて損はないと思うんだよ。そうだよ、まあね、だよ、まあ、俺の一番自己紹介最強説はあれね、自分の名前中国語で言ったらもう勝ち。あ勝ちだよ。そりゃあよ、もうやったよ俺。そう、役得みたいな感じで。そうどうぞ。うん、ウォチャオチンパーユーイエーみたいな感じでやったらおおってなるんだよ。でもただね、その後ユーヤ中国語喋ってってなるから。そう悪化するな。ちょっとこれ最強じゃん、自己紹介で外国語喋るっていうの。英語なら、あ、そう、英語でもいいと思うけど、ほらもう勝ちじゃん。でも逆にあれだよな、めちゃめちゃ喋れますよファーしたらちょっとなんか目立ちたがり合いのもあるんだよ。嫌なやつだなと思われるから、うん、あ、そこは適度に空気を見ながら一回やってみて。じゃあ俺は普通が一番だと思うよ絶対。何、普通こそ最強、あ、シンプルイズ
最強俳優。へえ。まあ、それでまあみんなと仲良くなれておら。気がついたら仲良くなってたから。そうそう、ああまあそれはね、よくあるよくある。意外と簡単。くしゃみしそう。くしゃみ、あつきどんなって紹介した自分のこと。もう名前と出身中学校行って、うん、で趣味読書ですって言って、うん、その後にあの本集めの好きですって言って、収集兵器がありますって。で、で、本を100冊以上持ってますって言って。物もいいようだね。だからな、そう、なんかさ、物はいいようだからさ、なんか、芥川賞を受賞した〇〇みたいな、あ、何でもかっこよく見えない。そりゃ、あれでしょ、なんだっけ、言えないのに、なんとか金賞受賞みたいな、そう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 、なんかモンドセレクション金賞を受賞したこのお菓子みたいな、かっこよく見えない。その辺がよく、あ、そう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 。だからそれも自己紹介に応用すればいいんだよ。うん、人間国宝の持ってたらね、津波優也ですみたいな。いくつかお前、俺いくつだ、15だ。15だ。だ。嘘だったら虚言癖になります。うん、ああ、そっか。じゃあ、ダメだ。うん、これはちょっとないわ。じゃあ、どうする？どんなってまとめるか。あ、もうシンプルイズベストでしょ。外国語こそ最強だと思うよ、俺は。いや、外国語って伝わりにくいしね。なあ。なんかこいつと思われてもしょうがないよ。じゃあ、シンプル、名前だけ。シンプルイズベスト最強だと思う人。はーい。ほら、一人しかいないよ。印象に残るかって言われたら、みんな同じだから。微妙。ほらほら。うん、最強ではない。一応俺はさ、最強というかね、失敗しないでしょ。失敗はしない。失敗しない。ああ、無難。あ、違う違う違う。あれだよ。こいつできると思わせる自己紹介のやり方だよ。今回は。あれだろ。前の人が言ったことを改造してかっこよく言う。おお。例えば？例えば。今前の人が何々です、何々が好きですって言ったら、俺は何々です。好きなのは何々何々とかで。ダメだ、何も思いつかない。あ、終わり？ダメやん。やっといて。ダメやん。でも一応俺の場合はさ、ぶっ込めてるさ、うん、話、うん、俺の場合は趣味はベースで沖縄県で一番のベーシストになろうと思ってます。いやマジでって念を押したよ。なんか見出てるやつがある方がいいんだよ、やっぱり。やりすぎると、まあ、あ、こいつうぜえ。まあね、やりすぎたらもうね、話しかけづらくなるけど、うん、ほどほどに、うん、ほどほど、ほど、え、ほどほどが一番なのじゃん。うん、ほどほどで印象残るぐらい。ああ、ほどほどで印象残る。最後に自分のコンプレックスを伝えてあげれば。ああ、そう、それがいいね。ああ、確かに印象残る。え、なになになに、耳たぶフェチですみたいな。そんな感じで、なんか黒いですとか。ああ、じゃあどんなって待ってる。誰だ、お前ラジオ中に LINE っつったの。すいません。じゃあ結論は、結論は、LINE の交換で十分。え、何何、つむつむやってます？趣味はつむつむです。趣味はパズドラです。あ、いたよいたよ、俺のクラス。多いよ、結構、うん、結構いた。趣味はパズドラです。趣味はパズドラですとか、趣味はゲームをすることですとか。ゲームを買った、ゲームを買った、ね、俺もゲームって言った。はい、じゃあ結論、結論、ででん、ででん、自分の思うようにやればいいさ。うん、あ、まとまってね。そう、最初から絶対あった。まとまってね。はい、じゃあこれでいいかな。もういいんじゃない。はい、以上メジャータイトル決定戦でした。はい、じゃあここからはダラダラと、ダラダラとね、お話しするか、みんなで、うん、話するか。あれさ、自己紹介さ、自己紹介、あれがいるじゃん、マーシーさんがいるじゃん。あー、そう、マーシーさんといえば沖縄音楽界のアレンジ的な存在で。はいはい、俺のことを人に紹介するときに、あの、こいつすごいんすよ、あの、高校の推薦面接でベース弾きおるんですよ。盛りよね。うん、俺いつもこれで紹介される。あと俺あれって紹介された。じゃあ盛られてないけどね。あの、初めてこっち来たときにベース自分で分解してパーツなくして、じゃあ、あれなくなったんだよ。なくしたんじゃん。ちょいちょいちょい、音楽トークもいいけど、もっとなんかポピュラーな、ポピュラーな、って言われたらなんか出てこないよね。残り時間があと3分半ぐらい。そう、もう3分だよ。あ、じゃあ授業どんな？面白い。面白い。楽しい。楽しい。いいな。歩く。歩く。俺たち。歩く？学校ほぼ一周する。は？学校探検あったの？学校探検っていうか、あの、自然とそうなる。で、写真撮るから。あ、そっか。先生と探す。いいな、いいな。
5月1日までずっとそれ。なんかユニークだな。なんか普通コート俺も中学校の延長としかなんか思ってない。いや、そうでも、意外とそうでもないけどさ、中学校よりはまあ、あ、いや、下手なことは言えないからいいよ。俺に振るな。でもあれだよ、先生方はまあなんか結構個性強いよ。で、担任の先生がちょっとゆる系の男の先生。あと、うん、はい、どうぞ。ああ、必須五感オフでしょ、ほとんど。必須五感も、まあ、そうだよ。なんか、ちょっと違うから。ああ、でも、英語の先生がなんか、どこだったかな、どっかの出身でさ、すごい人だった。ボリビアだったかな。ボリビア、そこら辺。すげえ。ALT の先生。そうそう、ALT の先生。何ですか、ALT みたいな。これもなんか使えそうじゃん、自己紹介。英語だけやけになんか発音よくすればよ。趣味は RT です。帰国子女風になんか。あ、趣味はウィーゲンブロックです。趣味はマスターオペラです。あれなんだって、アンシャブジャック、あ、時間割りみたいな。ごめん、もう一回。しっくりこない、しっくりこない。ちょっと日本語知らないパーして英語であれよあれみたいなこと言う。はいはい、ちょっとやや自己、うん、ガシャーン、自己紹介したね。あ、そう、あ、うまいうまい、おおうまいうまい。ていうかまだ自己紹介のことで続くまあね、じゃあちょっと、あ、もう1分だ、どうするか。じゃあそろそろみんな感想聞こうかな。出てみてどうだった今日は。感想とかあるの。あ、こんにちは。みんな出てみてどうだったかい。楽しかったです。初めてですよ。楽しかったですね。緊張した。全然。いや、全然。あ、こんにちは。こんにちは。あの、機会があれば。機会、うん、また、いつでも出たい。あ、はいはい。じゃあ、機会があれば。じゃあ、今度ここ来てみる。未来効果で工場でしょ。気をつけた方がいいよ。あ、全然来ますよ。ここ失敗したら爆発するよ。気をつけた方がいいよ。ここできるのは、俺と今休んでるけど、孝太郎っていう。見て覚える。あ、そう、見て覚えて。はい、じゃあもうあそろそろお別れの時間がついてき、あ、近づいてきましたね。はい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 。そう、イランの話だけどさ、うん、俺たち未来工科のコンピューターデザインかさ、あの Mac のコンピューターがあるじゃん。40台全部、うん、あ、すげえ。全部 Mac、 あの一部屋全部45ぐらいある。うん、あ、やば。で、間にサブディスプレイと一人一個ペンタブ、うん、負けもう時間がない。はい、そろそろお別れの時間となりました。この番組は楽しい時を作るための企業などはスポンサーについておりません。はい、というわけでスポンサー大募集中です。はい、でですね、来週のメジャータイトル決定戦の議題は最強の部活動はです。では皆さん、また来週もこの時間にお会いしましょう。さよなら。11時半からです。さよなら。はい、あと9